1951年頃、熊谷森一は日本の画家、日本の美術史においてフォービズムの画家と位置づけられている。しかし作風は徐々にシンプルになり、晩年は中小絵画に接近した。富裕層の出身であるが極度の芸術画期室で貧乏生活を送り、二家店に出品を続け、画壇の仙人と呼ばれた。君三等文化勲章。 1880年4月2日、機械防石を営む事業家で、地主の父、熊谷孫六郎と母体の三男として、岐阜県江奈郡付地に生まれた。子供時代から絵を好んだ。父親の孫六郎は、学も財もない中から製紙業で成功し、岐阜県会議員となり、1885年には、同議長を務め、人口不足のため姿勢が布されなかった。 岐阜の将来のため有力者に働きかけて、市政実施運動を起こし、近隣町村を合併して、人口を増やし、資材を投じるなどして、市政を実現し、1889年に、初代岐阜市長に、就任、1892年には、衆議院議員に選出され、岐阜の名士となった人物。静止工場の他春牛舎牧牛場などを経営する、孫六郎は、 政治や商売に忙しく、森和が3歳の時に祖母や母から引き離して他の兄弟と共に熊谷製紙工場に隣接する岐阜市内の邸宅に住まわせ、かけの一人をお母さんと呼ばせて養育させた。同家には孫六郎の二人のかけと大勢の異母兄弟が暮らしていた。岐阜県人情小学校に入学し、11歳の時、農美自身で友人を多数なくす。 12歳頃より水彩画を描き始め、14歳で岐阜市人常中学校に進学する。17歳で上京し、芝公園内にある私立高生息人常中学に転校するが、絵描きになりたいことを父に告げたところ、慶応義塾に一学期真面目に通ったら、好きなことをしてもよいと言われたため、1897年に慶応義塾普通科に編入し、 一学期間だけ通って中退する。1898年、教立美術学館入学。1899年、招集、長兵検査で、おつし合格。1900年、東京美術学校に入学。同級生に、青木茂山下慎太郎らがいる。山梨県や東北地方をめぐるスケッチ旅行をする。1905年から1906年にかけて、 カラフト調査隊に参加し、スケッチを行う。1909年自画像、ロウソクは闇の中から世界を見つめる若き画家の不安を描き、第3回文展で入賞した。1913年頃、実家へ戻り林業などの日雇い労働の職に就く。この時期作品は、うまた3点のみ。1915年再び上京。第2回2課店に、女出店。 あとに、軍の圧力で2家店が解散されるまで、毎年作品を出品する。1922年、42歳で、大江秀子と結婚。秀子は、和歌山県日置郡南部町の生まれ。大江家は、近在切手の豪商で、三輪地主だった。大正9年に、原愛蔵と結婚している。5人の子供に恵まれたが、絵が描けず貧乏が続いた。熊谷は、 妻からは何べんも絵を描いてくださいと言われた。周りの人からも色々責め立てられたと後に述べている。当時は日々の食事にもこと書くありさまで、次男の日が肺炎にかかった時も医者に見せることができず、死なせてしまった。日の泣き殻を熊谷は絵に描いている。熊谷は描いた後で、これでは人間ではない、鬼だと気づきが悪然としたという。 1929年に鍵塾開設に再始参加。更新の指導に当たった。1932年の地の地池袋モンパルナスと、称される地域の近くに80坪に満たない土地を借り、家を建てる。1938年同じ2課開会員の浜田歩行の強い勧めで住み絵を描き、この年に浜田歩行の助けで、大阪と奈良と名古屋で相次いで個展が開かれる。 熊谷森一の最初の古典は意外にも墨絵であった。1947年に期改装率に参加。1951年に期開大会。無所属作家となる。1956年76歳軽い脳卒中で倒れる。以降、長い時間経っているとめまいがすると車生旅行を断念し遠出を控えた。 晩年20年間は30坪もない鬱蒼とした自宅の庭で自然観察を楽しむ日々を送る。1967年87歳、これ以上人が来てくれては困ると文化勲章の内示を辞退した。また1972年の勲三等場勲も辞退した。1976年郷里の岐阜県稲郡、付地町に熊谷森一記念館が設立される。 1977年8月1日、老衰と肺炎のため97歳で没した。墓所は玉霊園。1985年に、次女で画家の茅が森和の急居に、熊谷森和美術館を創設し、館長となる。2004年には長男、木が、熊谷森和の猫のが文集を刊行し、森和の絵画、日記、スケッチ帳などを岐阜県に寄贈。 2015年に中津川市に熊谷守一つけ地記念館が設立される。写実画から出発し、表現主義的な画風を挟み、やがて洋画の世界で熊谷様式とも言われる独特な様式、極端なまでに単純化された形、それらを囲む輪郭線、平面的な画面の構成を持った抽象度の高い具象画スタイルマイナスを確立した。 歴史体を目にしたことをきっかけに、人の死や思い題材も扱った。生活苦の中で5人の子を設けたが、石品から3人の子を失った。4歳で死んだ息子、比が、自宅の布団の上で息絶えた姿を荒々しい、筆遣いで描いたもの、結核を患い2年も寝込んでいた、長女、1万の病床の顔を描いた作品、その1万が21歳の誕生日を迎えて、 すぐ亡くなりのべの送りの帰りを描いた作品、仏壇に当時は高価であった卵をお供えした様子なども絵に残している。小盆能で大変に子供を可愛がった。自然や、ラフ、身近な小動物や花など、生命のあるものを描いた画家で、洋画だけでなく、日本画も好んで描き、書、墨絵も多数残した。墨の濃淡を楽しみながら自由に描かれた墨絵、 生命あるものを絵でなく書で表現したとも評された書。また、頼まれれば、さらに絵付けなどもした。スリシトの仕事を楽しんで制作した基版画も残されている。熊谷は昭和46年6月14日から7月12日まで連載された日本経済新聞の私の履歴書において二課の研究所の書生さんにどうしたらいい絵が描けるかと聞かれた時など、私は 自分を生かす自然な絵を描けばいいと答えていました。下品な人は下品な絵を描きなさい。バカな人はバカな絵を描きなさい。下手な人は下手な絵を描きなさい。と、そう言っていました。結局、絵などは自分を出して自分を生かすしかないのだと思います。自分にないものを無理に何とかしようとしても、ろくなことにはなりません。だから、私はよくにかの仲間に、 下手な絵も認めよと言っていました。と言っている。晩年は自宅からほとんど出ることがなく、夜はアトリエで数時間絵を描き、昼間はもっぱら自宅の庭で過ごした。熊谷にとっての庭は小宇宙であり、日々地に寝転がり空を見つめ、その中で見える増殖物の形態や生態に関心を持った。晩年の作品は庭にやってきた鳥や昆虫。 猫や庭に咲いていた花など身近なものがモチーフとなっている。熊谷様式とされる死体デッサンが塗り残された作品で山々や海、風景が描かれたものについては若い頃のスケッチブックを広げて油絵にしていた。同じ下絵で描かれた作品も多く構図の違いや色使いを変えたりと熊谷自身が楽しみながら描かれたであろう作品が展開される。 線と面で区切られた小さな4号サイズの板には作品を見る者に昆虫の目を持たせてくれる。面と線だけで構成された独特な画風による作品は現在も高い評価を得ている。自らチェロやバイオリンやシャミセンを奏でる音楽愛好家。作曲家の新次清とは30代からの友人で、後に新次の娘と熊谷の息子が結婚するほど、 親しい間柄だった。一頃は絵を描くことをせず真珠の資料をもとに、音の周波数の計算に熱中していた。愛知県の資産家、木村定三が、熊谷森一の作品に惚れ、買い取りの個展を開くなどし、熊谷の名は、晩年にかけて広く日本の画壇に名を知られるようになった。木村定三が集めた、熊谷のコレクションは100点を超え、その全てが現在は、 愛知県美術館に所蔵されている、天道市美術館、村山雄太郎記念、熊谷森和展示室に所蔵。ありがとうございます。